米商ファームの田中と言います作物は米、小麦、火の名を作っていますこの仕事を始めたきっかけは最初は兼業農家でやっていましたで、親に言われながらやってたんですけど自分でやるようになって自分で作ったお米が人に美味しいと言ってもらえるのが嬉しくて専業に変わりました この仕事をしてよかったことはやっぱり自分の作った米が買うてくれた人がみんなおいしいでまたおいしいのを作ってまた買ってっていう人が増えていくことが一番楽しいです、うん、大変だったことそうですねやっぱ天気に左右されて思うように仕事が進まないというのが大変かなと思いますえー おいしいお米を鈴鹿市の石垣市長で作って一般販売もしていますのでまたよかったらお問い合わせください。